はい、来ましたね。今年も雪山にめちゃめちゃ気持ちいいぜ。なんか天気もいいね。なんか雪がね、全然今年は早い時期はなくて、年内行けるかなと思ってたんですけど、もう無理くりね時間を作ってきましたね。いやー、しかも今日はビデオ撮影も込みで来てるんで、そのビデオはね、概要欄貼ってきます。で、とりあえず今日もね、怪我なくね、滑ろうと思います。楽しく。まあ、雪をね、感じながら、はい。もう、エンジョイスキーで、今日も、やっていきたいと思います。なんか毎年、初滑るの時に動画回してるんだけど、でも今回はね、もう特別なんですね。今までに、ない、試みで、スキーっていうね、曲を作って、で、それのミュージックビデオも撮影しながら、もうさっきね、歌の方撮ったんだけど、撮影しながら、はい、ミュージックビデオとセットで初滑りもって形だって、なんか、すげえ俺は嬉しいです、今日という日が。自分の曲、ラッパーとしてちゃんと曲作って、その曲で自分のルーツと合体して作品として出せるっていうのが、めちゃめちゃ今日は嬉しい。本当に、はい。はい。ということで、じゃあ今年初滑りしてね。今年の半玉はどうですか？いや、今年も最高ですね。気持ちいいね。最高。うはい、ということで、ワンポイントです。なんか、意外と好評なんで、やってみたいと思います。で、今日のワンポイントレッスンは、なんかよく腕を前に出せっていう人多いんですけど、腕を前に出して、逆にバランスのために、必ずないってわけじゃないです。で、一番大事なのは腰の位置なんで、スキーのこの先端にちゃんとある。腕を出して下がってると意味ないんで、逆に腕を下げても腰が前に出ればいいってことなんで、で、切り替えの時にストックついた後にしっかり腰を前に出してあげる。そこが大事です。ストックついた
後に手だけ前出して腰がついてこない人いるんで、若干手は下がってもいいと思うんです。ぶっちゃけてもパン前半はでもしっかり腰を前出す。そうすることによって前半のトライがしっかりいけるっていうのが今日のワンポイントです。 OK です。じゃあそれでは行ってみましょう。なんでやっぱ自然があっての滑りなんで、何よりも今年もこうやってスキー滑れるのはこの雪に感謝、スキー場に感謝。はい、ということで今日の YouTube はねこの前以上で終わりました。今日の動画ね、あの面白かったと思いました。高評価とコメントと、またこんな動画見たいっていうのまではみんなねコメントよろしくお願いします。それでは